感謝状が送られたのは名古屋市立滝の水中学の3年生片桐凛さん14歳です片桐さんは今年2月緑区の路上で泣いていた5歳の男の子に声をかけ一緒に自宅まで歩いて送り届けました男の子は公園で一人で遊びその後迷子になったということです 母親から息子がいないと通報を受けた警察官が歩いていた片桐さんと男の子を見つけ無事が確認されました。男の子にやっぱ話しかけるのにちょっとだけ勇気があったんですけどでもやっぱりそうやって人助けすることによって無事に家族のもとにあの帰れたのでやっぱりああいう行動これからもしようかなと思いました。 愛知県警緑警察署の神代和彦署長は勇気を持って声かけをしてくれてありがとうと感謝を伝えました。